高浜市立高浜小学校は愛知県高浜市青木町にある公立小学校である。高浜小学校は高浜市の中心部を学区とする。学区の中央部を名鉄三河線が縦断しており、学区内には三河高浜駅と高浜港駅がある。学区のほぼ中央には高浜市役所がある。学区の南部には高浜消防署や JA 愛知中央高浜支店が、 あり、学区の北部には、おまんと祭りで知られる、春日神社がある。江戸時代から、明治初期、高浜村には、数カ所の寺小屋があったとされる。1872年に学生が発布されると、御人寺に、高浜郷学校が創立された。昭和30年代までの高浜小学校は、愛知県でも、有数のマンモス校であり、1947年の、 児童数は1620人。1957年の児童数は2033人。1967年の児童数は1635人。1977年の児童数は1324人を数えた。1976年には高浜市立港小学校が開校し、また高浜市は学区の調整を行ったため、その後は落ち着いている。 オーストラリアのインガム小学校と姉妹校提携を結んでおり、手紙や児童作品の交換を通じた交流を行っている愛知県小中学校市によると児童数の変遷は以下の通りである。ありがとうございます。